水式から7時間も歩き、自分のアパートへと戻ってきた。やっぱいいなぁ。残り2日目の帰宅、これが勝負にどう影響するのか。春日の自宅の隣で1回ず1万円生活、29日目。眠さと前日の疲れが重なり、もはや服を着ることもわからない。そして朝食のためのバランスが取れてなかった。これでは心の支えに打ち合わせ、北山の生活は最後まで目の前に忙しさだ。そして帰宅した北山は最後の夕食作り、ホームレスに0円の接続レシピに挑む。まずはマジでもと作り置きのパックを取り出したんだ。節約の極みとも言えるだろうか。ガス代をかけずに一鼻でマックを温める。鶏の気持ちだね。また伸びたマックの片方に明日もお店。ちじゃない。うわ、うまそう。まずは醤油漬けにしたしじみを乗せれば。ごめんなさい。しじみ味玉バーガー。おろしていただき、そのお味は。ありがとう。ちょっと違うね。裏の一人しか、裏の一人しじみは、あの、ちょっと違うね。よくでもないことは、本当にないね。そしてこの日、北山が綴ったのは、これまでの節約生活を通して、改めて感じたことだった。おいしい気持ちは、別にストーリー自然に卵に関して、いよいよ最終結果発表。両者の心境は。プレッシャーだな。